お姉様と私に敗北などありえませんわ。信頼するあなたがいればこの戦は勝ち抜けよう。どうもヒロドです。この動画はとある科学のレールガンの三坂美琴の作り方紹介です。まあ前髪がね少し違うぐらいで結構ね寄ったかなと思います。冒頭のイベントムービーでわかりますが、白井クロコはねもう作り終わっております。とある科学のレールガンはとある魔術のインデックスの派生作品となっております。私はこちらの方のレールガンの方がね見やすいかなと思っています。まあそれもこれもね、インデックスの方はねこちらの地域はね放送してなかったんですね。レールガンから放送してたっていうのもある。そういう意味ではこっちの方も親しみがありますね。まつげの色はアイラインも使用します。瞳はねもう少し暗いんですけど無双に合わせた感じになっています。ちなみにこの色は髪の色と同じ色です。髪の色は瞳の色をペーストしてください。アイラインはまつげの色をペーストしてください。いつも通り肌の色をペーストしてください。身長は161センチです。制服とローファーの色は白井クロコにも使います。アクションを試した結果荷重がいいかと思います。はい、では以上です。次回は白井クロコです。ご視聴ありがとうございました。